構長くやってるシステムというかオーダー一本物ですね。サングラス、ジムサングラスとメガネもやってますけど、まあ、そこが主力ですかね。真面目に作る、それはなんか利益重視じゃないのかもしれないなと、効率重視じゃないのかもしれないです。もうでも物を作るときはやっぱ効率も考えて、いいもの作りっていうのはやっぱり大事かな。正直にやりたいなっていうか、嘘つけないっすもんね。